日本はね、日本は経済的に世界で最も成功している国と言っていいと思いますが、その成功の秘密はこのどこにあると考えられるでしょうか。この点につきまして、フランスの経団連の副議長であります、イヴォン・ショタールという人が最近言っていることでありますが、日本人はまず第一に、この非常にこの気の細かな技術を持っている。技術の優秀性といったので、世界で、この、非常に優れたものがあるということをまず言っております。この点は確かに、この欧米人の多い日本の特性と言っていいのではないかと思います。欧米人はどちらかと申しますと、クワイデ型能力と言ったらいいでしょうか。このダイナミックのこの原生林を広めていくような、こういったその特性が優れて、優れたものがあるというふうに言っていいかと思いますが、これに対しまして、私ども日本人の方は、いわばこの刈り取り型能力というか、仕上げ能力の点で、他人が優れたものを持っていると言っていいと思います。まあ、すでに1853年、例のペルリが日本に黒船でやってまいりましたときに、日本のこの手工業のこの木の細かさに驚嘆いたしておりまして、自分の国に帰ってから報告をいたしております。今にこの日本人は我々欧米人の技術を学び立ったならば、日本はもう欧米にとって大変に手ごわい相手になるだろう。まあ、こういうふうに報告しているわけですが、これがまあ現実化してきたのが、まさに戦後、特に60年代以降の世界であるというふうに言っていいかと思います。まあ、このように、日本人がこの仕上げ能力に優れている。それに対しまして、欧米人が開発型能力に優れている。まあ、こういった特性の違いってどこから来るのでしょうか。この問題をまずちょっと考えてみたいと思います。まあ、人間のこの脳をこのまま考えるといいますか、新しいこの発明発見をしていく際に、たまにこの頭の表層だけで、考えるのではなくて、まあ、体全体の五感を使いながら、この考えていくということが言えると思います。それは本当のような考えであって、つまり例えばこの目を働かせるとか、耳を働かせる、内視はこの鼻を働かせる、さらにはこの皮膚感覚であるとか、まあ、肌の感覚ですが、触覚であるとか、内視はこの味覚を働かせる。まあ、いろんなその五感をどれか、内視を全部働かせて、新しい考えというものが引き出されるというふうに言っていいかと思いますが、この点で、この欧米人は、どちらかというと、この嗅覚に優れているという点が、私たちとは違う。日本人は、それに対しまして、この視覚、その脳の方が発達に優れているという点があるのではないかと思います。つまり、この欧米的なこの生き方でありますと、まあ、彼らは、この、まあ、特に貴族を中心にですが、昔から狩猟というものをやってみました。で狩猟の場合には、つまりまあ狩りですが、狩りの場合には、まず獲物が一体どっちの方向にいるかということを、鼻で、この嗅覚で嗅ぎ分ける必要があるわけです。まあ、風に乗って獣の匂いが漂ってくる。まあ、これによって、まず獣のいる方向を、この、はっきりさせる。でその上で、今度は、耳で、この獣の談笑を聞き分けるわけでありまして、一体大きなものか小さなものか、耳の中をザワザワとする音でもって聞き分ける。で、最後に、この目の前に出て見ますところを、文字通り目で確かめまして、そして射止めると。こういう順番があるかと思います。従いまして、この鼻の利く人間というのは、いわばこの荒削りではありますけども、非常に、この広い範囲のことがわかる。広い方の世界っていうのを見渡すことができる。まあ、こういう特性があるだろうと思います。まあ、それに対しまして、この目の光というのは一番短いものです、ありますから、目を働かせる人間の方は、もっと気の細かな、到達範囲の短いが、しかし気の細かな、この感覚にも優れているわけでありまして、特に日本人の場合には、今までこの無畜農耕といいますか、狩りをするのではなくて、家畜も使わずに、畑を耕すという性格を強く持っておりますから、畑を丹念に耕して、盆栽のごとく、園芸のごとく、この、工作を進めていく。その際にはじっと、まあ、見守るといいますか、この根を置いて、剥がれて、花の先に、見守る。
まあ、これはじっと目の前が完成していくわけじゃないですかね。あの、行動的ではありませんが、しかし、この微細な感覚が働くわけであります。で、これはその人間界の間に応用されるわけでありまして、人間と人間とがこのぶつかり合わずに、お互い何かを立てずに今生きていく。まあ、私どもでも、何かこの厄介なことを人に頼む場合には、今でも電話ではうまくいかないのでありまして、電話ですと、まあ、無理なく断られてしまうことが多い。でありますけど、何をやるとはこの何にかかっているということになりますわけで、まあ、会ってしまうとお互いには答えられない。つまり、目の前にいる人間と何数を立てられないというところがあるわけでありまして、まあ、ここに微細な日本人的な、まあ、この調和の観念といいますか、これが働くわけであります。で、この日本人の、こういった感覚が、現代の場合は技術という点に、名称デザインという点に大きく発揮されているわけであります。つまり、エレベーターの場合、日本製のエレベーターですと、まさに羽根の上に降りるように、ふわっとこの降りるわけでありますし、しかも床と寸分の狂いもない。こういったのが日本の特技であります。カメラにつきましては、現在、あの、わだかのヨーロッパ、アメリカにきましても、全くその日本製品に対する非難ないしは、もうカメラを輸出するなという声は出てまいりません。それは、まさに日本人のこの生の感覚にありまして、カメラのデザインとか、それからまあ、この、性能ですが、これが実にきめ細かく、抜群の出来で仕上げられている。欧米人はそれを真似しようと思って真似ができない。これが日本の、まあ、カメラを代表とします、まあ、一例といたします。日本の製品を、まあ、世界に、今日、売らせている、まあ、落ち物の原因だろうと思います。まあ、現在、この、なぜか、わかりませんが、大きな技術が今停滞をしている、ということが言えるかと思います。つまり、先ほど私どもの高度成長を伝えてもらいました、私どもと申しました日本人だけでなくて、アメリカでもヨーロッパでも、高度成長を伝えてまいりました、エレクトロニクスの発達がありますし、それからナイロンその他の新しい材料の発明と応用がありますし、それにこのジェット機、ロケットといった巨大技術もありましたし、さらにこの検診その他の構成物質が発達して生化学という領域が大きく広げた。こういったその戦後の私たちの高度成長をもたらした秘密が数々あるわけですが、今なぜか70年代、特にその後半に入りましてから、エレクトロニクスの分野を除きましては、この大きな停滞期に差し掛かっていると言っていいかと思います。これなぜかと言われましても、はっきりわからないのでありまして、人間誰しも、どん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 この新しいアイデアが生まれていく、き、またその自分の周りにある様々な材料が、自分にこう吸い寄せられるように寄ってくる。で、次々と、この、また新しい、この、世界を開けていく。まあ、そういう時もありますし、また、いくら努力しても、ちっとも新しい、この、考えが浮かばない。こういう時もあるわけでありまして、長い歴史を考えていますと、次々と世の中を開けていく時代は、実はそういうものではない。比較的短い、まあ、今まで、ヨーロッパとか、日本について考えていますと、まあ、わずか、それぞれ、この、200年前後ぐらいしかない。つまり、年齢的に一度そういうふうに非常に活気のついた時代もありますし、また工業的に非常にこの活気づく時代もある。これはヨーロッパ、日本ともにわずか2度しかございません。ヨーロッパで申しますと、12世紀を中心とする前後200年、つまり11世紀半ばから13世紀半ばまでが、そういったこの年齢的なこの高度成長の時代でありましたし、日本で申しますと、15世紀の中だから18世紀初めまでの時代が同じく農業的高度成長期でありまして、この時代には日本、ヨーロッパともにこの田畑が次々と開墾され、2倍ないし3倍に増えている時期であります。人口もまた2倍ないし3倍に増えております。このようにこの活気のある時代がもう一回やってまいりますが、これがヨーロッパ、特にイギリスでは18世紀半ばに最初の産業革命が起こります。大陸のヨーロッパ諸国であるとか、アメリカ、日本について見てみますと、これは19世紀後半以降でありますし、特に日本の場合には、20世紀の初頭から、この、まあ、資本主義的なの発達、交流が見られるというふうに普通言われております。で、これから後でありますから、この1960年代、年始70年代の初めまで、
日本ですと、まあ、数十年間、その間に、多少の凸凹はございますが、しかし、この大きく言っても発展期があった。ヨーロッパですと、まあ、19世紀半ばから20世紀の60年代、なし70年代全般まで、まあ、100年以上あったし、イギリスですと、まあ、200年、約200年、そういったこの成長期がついた。こういう時期が、まあ、あるわけでありますが、このこういったその交流期は比較的な、申しましたように、時間的には短いのであって、そうでない時代、つまり、今日は昨日の続きだし、明日はまた今日の続きであると。こういった時代の方が、この歴史上は長いわけ、であります。ヨーロッパですと、もう13世紀の後半から、こういったその開港運動ストップがございまして、ここから今18世紀半ば、19世紀半ばまで、まあ、イギリスは18世紀半ば、大陸ヨーロッパ諸国は19世紀半ばですが、ここに産業革命が訪れるまで、数百年間、低成長の時代が待ったわけ、であります。まあ、日本でも18世紀の初めから、19世紀の後半まで、まあ、100年以上同じような低成長期がまあ続きます。で現在は、なぜかエレクトロニクスの分野を除きましては大きな技術が停滞をしている。でこのことが日本の出番となっているというふうに言っていいかと思います。日本はもともと今申しましたようにあまりダイナミックにこの世の中を開いていく、まあ、こういったその能力にはあまり十分ではないように思いますが、しかし、この信用能力はまあ素晴らしいわけでありますから、現在、この欧米の大きな技術が停滞しているだけに、日本のこの気持ちの中の、この感覚というものが、技術とかデザインとか、まあ、そういったものに、発揮されているというふうに言っていいかと思います。この日本の美的感覚といいますか、芸術的な感覚といったらいいか、まあ、こういったものは、当の芸術作品よりもむしろ工業製品とか、こういう技術の方に発揮されているというふうに言っていいかと思います。で日本人は、この元来、この欧米人と比較しますと、欧米人は合理的なものを考え方をする。日本人は、この情感というものを重んじるということがよく言われる。つまり、心の世界を重んじるんだということがよく言われますが、これは、やはり一面という言い方ではないかと思います。戦後の高度成長というものを、日本が実現したこの背景には、我々は70年に、この合理性とか、まあ、機能性に対する、この大きな感覚が働いているということが、まあ、言えるわけでありまして、それなしには到底今日の繁栄は、まあ、実現されなかったというふうに言っていいかと思います。ただその合理性とか、機能性を追求する場合に、欧米人と日本人では、そのやり方が違うわけであります。この嗅覚が働く人間は、先ほど申しましたように、荒削りに世の中を開いていく人たちでありまして、したがって、この合理性の方を情感よりもこの前面に押し出す。ともに合理性もあり、理性もあり、情感もあるのですが、理性の方に力点を置いて世の中を進めようとする。これが欧米人であるのに対しまして、日本人の方は、この理性というものを、いわばこの隠し味に使っていく。隠し味に使って、それをこの情感力のクラムで、人間関係を動きにしていく。まあ、こういうのが特性でありまして、でありますから、この理屈をこねるという言い方がありますが、理屈だけをこの言い立てる言い方は、決して日本では成功しないということになります。欧米人はむしろ逆に、理屈をこの柔軟に、この、まあ、表現する。壁を塗るように、一言も漏らさずに、こう全てをこの語り尽くすということが、まあ、彼らの、まあ、まあ、言ってみれば、生き方でありまして、例えば、この、刑法典などを見ましても、フランスの、まあ、刑法の、まあ、法典を見ましても、殺人というところを見てみますと、殺人とは何かという概念規定がざーっと書いてあり、びっしりとこんな感じで、この、書いてあり、その後に、刑の量刑についての、刑罰についての話が出てくる。ところが、この、日本で、この、六法全書の、まあ、刑法のところを見ますと、この人を殺したる者は死刑、無期懲役、もしくは3年以上の有期懲役に処すと、わずか2年しか書いてない。これによって、この日本人はこの分かるわけであります。まあ、その分だけ裁判官の裁量の余地が大きいということが確かに言えるわけですが、日本の場合には、お互いに、この理性を突き詰めて異なりせず、それをこの情感でくるみ込む、これができた人間ということであって、
理性でもって合理的に相手をその問い詰め追い詰め、一旦その場で勝ったように見えましても、決してこれは勝ったことにならない、後で必ず失敗現象を受けるというのが日本であると思います。その点で、欧米人はどちらかというと、荒削りな、荒々しい、まあ、人間関係の中に生きているに対しまして、我々は非常に、まあ、繊細な人間関係の中に生きているということが言えるわけであります。その繊細な人間関係、人間と人間とはその、間と言いますか、これを大事にするこの感覚というのが、今、この転生長期の時代にこそ生かされていると言っていいかと思います。すなわち、我々の場合にはこの調和を取ってきていくということでありまして、この調和を取って生きていくという生き方は、今の低成長の中で、この、どこの国でも、先進国、どこの国でも今、この、まあ、国税といいますか、この生きていくための基本的なプリンシップにしなきゃいけない、なってきております。独立独歩の精神できる、合意の前の精神できる、この生き方は、60年代でこそ、つまり、それは盛んになりましたが、今は、自分一人で生きていくのではなくて、相手を蹴飛ばしながら戦争をしながら生きるのではなくて、大和国家から昭和個人に至るまでお互いに手を取り合って、協調して生きていく、自分の特性をこの相手によって相手に奉仕し、同時に相手の特性を頂いてお互いに手を取り合って生きていく、まあ、こういう生き方がありますから、したがって、この日本人 の, この調和の観念に生きる生き方は、同時に、この低成長期以降に行きますところの1970年代の後半に以降におきますところの、まあ、世界の、まあ、プリンシップになったというふうに言っていいかと思います。その調和の観念の中に我々生きているという点で、我々には欧米人のような支配者とか非支配者、つまり支配される人ですが、この対立関係がありません。先ほど一番最初に申しましたフランス経団連の副議長のイボン・ショタールという人が日本の成功の秘密の一つとして挙げているのがまさにこの点でありまして、日本は60年代を通じまして、ホワイトカラーとブルーカラーの差がない、なくなった。つまり、知的労働に従事している人々と、肉体労働に従事している人々の社会的な対立であるとか、賃金格差であるとか、まあ、こういったものが日本にはない。これも非常に羨ましいというふうに映るわけであります。ヨーロッパでは、今のように、例えば、まあ、イギリスの場合がそうですが、言葉遣いを聞くと、これが労働者かそうでないかわかる。ないしは、フランスですと、ずんぐり、むっくりして、この赤ら顔で背もあまり高くない。これは労働者に決まっているという、まあ、一つの固定観念があります。社会階級は、この肩幅が狭く、背がすらっと高く、鋼鉄のような体をしている。まあ、こういう区別があるわけですね。日本の場合には、こういった体型による区別であるとか、それから言葉遣いによる区別というのは全く今、見られないわけであります。で しかも、この、上の社長から、人は一定卒に至るまで、みんながお互いに協力し合う。みんながその、自分のことだけじゃなくて、自分の隣に、この座っている人間の仕事のことも考え、また、この、会社のことを全体を考え、また、この業界の運営も考え、さらにこの日本のことを考え、さらにはこの世界の中の日本のことを考えている。こんな国は他にはありません。フランスの経済誌、あるレクスパンシオンという経済誌ですが、これがこの言っておりますことに、日本人は、片やこの兵士のごとく、兵隊ですが、兵士のごとく、片やこの聖職者のごとく、お坊さんですけども、お坊さんのごとく働くと、こういう言い方をしております。つまり兵隊のように非常にこの一心不乱にこの汗水さらしてこの世を惜しまず働くと同時に、お坊さん聖職者のように世界を考えていると。ヨーロッパの労働者は自分のことしか考えない、会社のことというよりは自分のことしか考えないわけで、自分の労働時間以外は1分1秒たりとも資本家経営者会社には売らないという感じが強いわけですが、その点日本はこの世界の中でも得意なこの、まあ、存在であると言っていいかと思います。で今申しましたこの働くということの点でもヨーロッパと日本では大きく違います。イボン・ショタール氏自身が挙げている点ですが、日本人は働き好きである、これは非常に羨ましい。このフランスは今年間1860時間しか働かないのに、日本では大企業ですら2000時間働いている、中小企業では2200時間も働いている。しかも欠勤率が、我がフランスでは、この 8.5% もあるのに、
ちなみに申しますと、西ドイツでも 8.4% の欠勤率でありますが、日本は 0.5% しかない。羨ましいということであります。先ほど申しました、この経営者の働く働き方と、労働者の働く働き方とでは、ヨーロッパは大きな違いがあります。これはアメリカもそうですが、大きな違いがあります。つまり、経営者の方は今、実によく働いておりまして、夜10時、11時、時には12時まで、明治8までで、自分で鉛筆を削り削り、鉛筆のような、電卓などと取り組んで働いている。労働者の時間になると、ピタッと帰ってしまう。この区別がはっきりしているわけでありまして、これを英語で申しますと、経営者のような働き方、これをワークと申します。労働者のような働き方、これをレーバーというわけであります。同じ今働くということなんですが、ワークの方は、肉体的苦痛はあっても、精神的に喜びのある仕事がワークであります。例えば、彫刻家が彫刻をする、絵描きが絵を描く、いずれも肉体的には辛いことですが、しかし、まあ、精神的には喜びがある。こういう仕事がワークであります。まあ、そこには、まあ、今流行りの言葉で言えば、自己実現がなされるということだろうと思います。ところが、レーバーの方はそうではないのであって、パンを売るために、もう仕方なしに、刑罰を売るような気持ちで働く。これはレーバーでありまして、あちらの労働者はそういう気持ちで働いております。ところが、日本人はその点では全て、このワークをやっていると。全て、このヨーロッパ、アメリカの、まあ、経営者、資本家のようなワークをやっている。まあ、これは特徴でありまして、例えば、関西多くの人が、まあ、日本の自動車工場に見学に来る。そうすると一応にため息をつくわけであります。つまり我が国は日本からこの自動車を製造する技術を学び取れるかもしれない。しかし、この車体に飛ぶつけるようにして部品をつけていく。この労働者のこの勤労力、これはとてもできないと言って、まあ、嘆くわけであります。確かにこの点は、日本人の一つの国民的資質である。つまり働き好きということは、日本人の国民的資質であると言っていいかと思います。まあ、こういった点、まあ、これ、まあ、イボン・ショパール氏もそうでありますが、我々が共に、この、日本の現在の、まあ、特性といいますか、現在の成功の秘密として、まあ、言える点でありますが、しかし、長所は同時に短所でもある。今控えて持っているものは同時にまた時代が変わるまた影になるという可能性も十分に考えておく必要があるわけであります。まあ、その点を、まあ、置いておきましても、この我々日本人特性には、これからの世界に生きる上で、どうもやっぱり欠点だというふうに言わざるを得ない点が、まあ、いくつかあるように思います。その一つが、我々は、この、まあ、先ほどの調和の観念と裏返しのことでありますが、よくも悪くもこの結束をする力はある。つまり、まあ、集団主義に生きると言いますか、まあ、そういう点は、まあ、強い。個人個人の力を、この集団でこの集めまして、協力の力を発揮すると。こういう点では、大変に、まあ、優れているわけですが、まあ、これ言ってみれば、この農耕民的な特性であると言っていいかと思います。つまり、自分の村を守るために、みんな一致協力して、この手を取り合う。土地がなければ、農耕はできないわけですから、したがって、まあ、というものが、この、できている以上、村同士がお互い手を取り合って、敵に向かい合い、また自然に立ち向かう。まあ、こういうことが農耕民の場合には、この、必要不可欠なことでありますが、その反面、そういった意味は、確かにそれは、まあ、いい点でもあるわけですけども、逆に申しますと、海洋民族的な特性に、において、マイナスの点を持っているというふうに言っていいかと思います。日本人はなんとなく周りの海でありますから、海洋民族だというふうには信じて疑わないところがありますが、実は我々は農耕民族であって、海洋民族とは言い難い点を持っていると思います。海洋民族と申しますのは、この海というものを、こちらの土地と、つまり自分の土地と、それからあちら側の外国の土地とこの結ぶ中体と考える。結ぶと考える。これは海洋民族でありまして、したがって、例えば、まあ、19世紀のイギリス人がそうでありましたが、この、まあ、インドであれ、セイロンであれ、まあ、どこの、他の、どこであれ、この、異なった文化、異なった言語を持っている地域に、まず長く住んで、英語も教え、またその病院も建て、道路も作りまして、その現地に溶け込んでですね、この、本国と植民地とを結んでしまう。これが海洋民族であります。かつて古代フェニキア人の、アルファベットというものを植民地に復帰させまして、これによって、この地中海を中心に活躍いたしました。
こういうふうに海をこの自分の国と他の地域と この結び目と考えるのはこれは海洋民族でありますが、この点日本人はそうではない。むしろ海によって、このあちらの世界とこちらの世界と分け方をする。これは日本人の生き方であるわけであります。その点ではむしろフランスに留めている。つまり自分の地方と他の地方と分ける。自分の国と他の国と分けて、何も一つの時のことはしない。これは農耕民的な、この境を立てて、まあ、住むという特性に、この共通したものがあるように思います。この幕末まで、大きな船というものは建造を許されませんでしたし、紀伊国屋文蔵丸の船ですら、海岸線を張り詰めるようにして、この運航されただけであって、水面線の向こうに、自分がこの出ていくということは、このありませんでした。この本当の海洋民族としての資質を我々は持ち得てないのではないか。つまり、今、海軍的知性といいますか、このいろんな地域のことを知り、いろんな国のことを知り、また自分の地域と、この他の地域と結んでいく。こういった海軍的な、この要素が非常に薄い。我々はどう見てやっぱり陸軍ではないかという気がいたします。まあ、最近、平家、海軍、国際派という言い方があると聞きましたが、まあ、いずれも日本では、これは弱い立場に置かれた人々でありまして、土に結束して生きるという生き方の、まあ、丸反対の生き方であるわけであります。これから国際社会の中に生きる上で、こういったその、外に対する、この、適切なこの配慮をかけるという点が、場合にとっては、この、やっぱりマイナスに働いてくるのではないか。この点が、このバランス感覚の欠如となって現れてまいります。我々、この、ただ正義ということを言う場合に、これはお天道様に恥ずかしくないことをするというのが正義であって、一つのこのリジットなといいますか、固定的な正義感というのが、正義の観念というのがはっきりしたしております。まあ、したがって逆に言いますと、正義感と申しますと、白髪を振り乱して、どこまでもその自分の主張を主張そうとする、多少はたまやかな人の感じが、まあ、日本でもないわけじゃありませんが、ヨーロッパ人がこの正義という場合の正義感は全く今違います。これはその、お天道様に照らしても恥ずかしくないことをするのではない、結局は実質のこのバランスを整って生きる生き方が正義であります。つまり、強いものと弱いものがあれば、弱いものを味方しながら、バランスオブパワーを取っていく。これも正義であるわけです。例えば、現在日本は、我々の製品を欧米が買ってくれない、すでに買ってくれないと言って、我々が、まあ、非常に、文句を言う。我々の製品は、我々の努力によって、単に安くて、優秀なものが、アフターサービスもいいものを売られている。それなのに、この彼らは、この今まで、この企業努力を怠って、怠けてきたために、あまり、この、製品が売れてない。つまり自分たちの怠け者を、この、口実に、ま、怠け者的なところを隠しながら、我々のものが、この、売れすぎてって起こる。これおかしいではないかというわけであります。で、これは、我々のように、その、勤勉こそ最大のその、つまり、この、この、正しい生き方である。この、正義感を相手に押し付けていくわけ、であります。つまり、1日、8時間働くのがいいと思っている国民があれば、一日三時間しか働かないのにいいと思っている国民もある。お互いの競争し合うということが、この、会員の精神を持って競争し合うということが、これは個性感覚というのと思いますが、その点では、この日本人の生き方というものは、一つの、つまり内面的な、一つの価値観というものに従って生きていくという点が、今日の濃厚ではないか。最近の、この、まあ、ヨーロッパ、アメリカ人が、私たちにバランスを取っていきたい。つまり、売った分で買えという言い方は、もちろん彼らの最近の体力の弱さということと深く関係し合っていることですが、これが彼らの正義感覚の、まあ、根本にある一つ。まあ、このように、まあ、日本人の、まあ、長所と、それから、まあ、これから克服すべき短所というものが、まあ、あると思いますが、こういったその日本人の、まあ、特性ということとはちょっと、まあ、離れまして、まあ、日本も含めまして、最近、この、日本、アメリカ、ヨーロッパが共に一つの共通したこの価値観というものを抱き始めているのではないかという気がするわけであります。それは、この、現在のこの低成長の中で、産業社会なしは都市的な文明の社会というものが共通に要求されている価値観ということであります。それがどういったものであるかということを、まあ、考えていきたいと思います。これ、日本につきましても、また、このヨーロッパにつきましても、決してこの新しいことではありません。これまで高度成長期の時代というものが、まあ、二度あった。
わけでありまして、特に明治以降の私たちは、この高度成長期の価値観に支えられて生きてきた。つまり、昨日よりは今日がよく、今日より明日がいい。そこではこのダイナミックに明日を切り開いていくような力というのか、こういった力といったものが背後にあったわけであります。ところが、日本でも江戸時代の後期、18世紀の初めの享保の年間から明治維新までの時代というのは、これまさに低成長のどん底であったわけでありまして、森林開発がストップし、人口約が3000万人しか死ねない。したがいまして、危機になりますと、農民危機が次々と起こる。さらに、この、間引きなどという悲しい出来事もあった。この時代が約1世紀半、なしはそれ以上続いたわけであります。ヨーロッパの場合で申しますと、先ほどちょっと言いましたように、13世紀の後半、なしは14世紀から、17、8世紀まで、たぶん19世紀の前半まで、数百年、こういった低成長の時代が続きました。この低成長の時代の価値観というものは、明治以降、私たちすっかり忘れたものですが、その忘れていた価値観が再び今、大きな力を持ち出してきているということで、決して新しい、この生き方が急にポッと出てくるというわけでもないわけであります。で、こういったその低成長の価値観といったらどうなのか、今の日本の生き方が18世紀とか19世紀前半の江戸の後期の生き方であるとか、ないしはこのヨーロッパでの18世紀のヨーロッパ、18世紀のヨーロッパと申しますと、フランス革命以前の絶対主義の、末期でありまして、特にフランスを中心に、貴族文化が花開いた時代ですが、こういったその18世紀のヨーロッパであるとか、18世紀ないし19世紀全般の日本の生き方と、今始めつつある生き方が非常に似ているということが言えると思います。それはどういうことかと申しますと、全体にこの一人で生きる生き方ではなくって、日本では常に楽しむ生き方の問題があります。なぜこういった常に楽しみが残ってくるかと申しますと、その一人では未来が開いていかない。その意味でこの孤独感っていうのは非常に強くなってまいりました。こういったこの孤独感を象徴するような最近の遊び、釣りであるとか、オートバイであるとか、まして、このウォークマンなどというものもそういったものかもしれませんが、こういった孤独感が強くなってきますと、お互いにこの手を取り合って生きていくという生き方の方が大事になってくるわけであります。ついこの間で、この日本でもヨーロッパでも、大家族主義的な生き方、おじいちゃんおばあちゃんの、この辺のようなものを一緒に住む生き方があり、その生き方から抜け出して、夫婦は夫婦だけで別の生き方をするというのが、60年代に大きくは取り入れられたわけですね。つまり家庭からの解放であるとか、もしくは地域からの解放ということが取り入れられたわけですね。現在、また再び、言ってみればこの共同体の復権といったらいいでしょうか。親子の血のつながりであるとか、もしくは地域に住んでいる人たちが、また手を取り合ってきていく。こういったその共同体の復権ということが見られるわけであります。いわばこの18世紀への、この復帰というふうに言っていいかもしれません。特に最近は、この親子の結び合いというのが、日本だけではなくて、欧米でも大事になってまいりました。欧米の家庭は、普通夫婦単位の家庭だというふうに言われて、まいりまして、今でも、原則的には、そういう性格になっているわけですが、にもかかわらず、この親子の結び合いの をだんだんと重視になってまいりました。夫婦の離婚は日本と違いまして、大変労働の場合には離婚率が高いのですが、しかし、その場合に、子供の取り合いをする。ついこの間では、この子供は、お互いに相手に押し付けたものですが、今子供だけが欲しい。なぜ欲しいのかと申しますと、親子はこれは血で繋がっているからです。血で繋がっているということは、これはお金で買えないことがね、非常に愛おしい、それに対する非常に愛おしさが出てきたということが言えます。私は、このパリ、に参りますときに、いつも宿屋に決めている小さなホテルがありまして、そこの窓から見ますと、下に小学校が見えます。ところがこの数年間に、朝の小学校風景がガラッと変わりました。今まで、この、小学校に行くのに、生徒たちが手を取り合って、列を作っていったものでした。10年前では明らかにそうだったわけ、であります。ところが、この、この4、5年のことですが、お父さんお母さんが自分の子供の手を引いて、学校に行く、学校まで案内していく。この姿が、この、大変増えてまいりました。みんなのその危機として、この、行くような感じであります。また、この、お父さんが公園でもって子供と何々して遊ぶという風景は全く見えなかった。今は、ちらほらですが、見えるようになりましたし、それに、レストランに子供を
という思いがついてくるということは、これも全く思ったことでありますけども、今、まあ、高級レストランですとしまして、まあ、中級レストラン以下になりますと、日曜日などは、この親子が、このご飯を食べに来る、人がいまして、ちょうど日本と同じように、子供が飽きて、食卓と食卓の間をうろうろすると、よく駆け回るというような風景が、ヨーロッパ、フランスでも長くなりました。この点は大きな変化だと言っていいかと思います。何しろ、この、子供が学校に上がるたんびにランドセルを買ってやるということも、昔なかったことがありまして、通過までは兄さんとか、兄さんのランドセルを、弟とか妹が、また使わされたものですが、今はそうでなくなりました。ということで、この親子の結び合いということが、今どこでも非常に大事になってきたということが、まあ、言えると思います。親子が共に、集い楽しむ。ような、まあ、機会が増えてきたわけでありまして、まあ、日本でもファミリーレストランが、まあ、そういうわけで一時は大変な、まあ、この流星を極めたわけでありますが、で、また親子で祭りをする、時にまた車に乗ってどっか出かけていく、もしくは海外旅行へ行くというものも増えてまいりましたようですし、まあ、車の場合も普通の車よりは、もしできたらば、ワゴンカーの方がいい、もってゆったりと、まあ、お互いに座って、親子を楽しめるということで、ワゴンカーも大変よく売れているようであります。祭りもそうでありまして、この祭りの帝政長期の時代に、大晦日になったもの、かつての、18世紀の大晦日になったものでありますが、現在、再び、あちらこちらで町の祭りに復権しております。60年代は、長野国でも、この、大都市になりますと、お祭りの担ぎ、おみこしの担ぎ手がなくて、仕方がないから、この、おみこしをリアカーに乗せまして、これを、この、経営面かなんかに繋ぎまして、テープレコーダーにワッションワッションと吹き込んで、今の一連公開みたいに、この町内を歩き回るということが、よく見られましたが、今は年寄りから若い方まで、なしは、このままで、南の方のおみこしが担ぎたがる、大きな変化だと思います。パリですら、あの国際都市パリですら、この今日では、千年の北に、このポンピドゥセンターという現代技術の伝道ができまして、このポンピドゥセンターの前にある大きな広場には、午後になりますと、大道芸人がたくさん見ております。車が一切シャットアウトされて、おります。あちらこちらで、ガソリンを口に含んで、バーッと吹く男があり、金縛りになっている体を解いて見せる男があり、男子はこの子供たちが、ちょっとした劇をやってみたり、また若者がギターを掲げしたりする、踊っているものがある。いろんな、この、そういったこの小さなこの、ショーみたいなものを、周りたくさんの人が囲んで見ており、屋根の拍手喝采をして、お金を持っている。これは昔の縁日の風景そのものであって、この見知らぬ人たちのたくさんいる国際都市、パリですら、同じ土地に今行き合っているというところで、夏で楽しんでいるというふうに言っていいかと思います。こういったその、非合法の土地に住んでいるとか、男子はこの地に積もっているという、まあ、いわばこのナチスの時代に言われた地と土という言葉でありますが、こういったその地と土に対する関心が非常に高くなってきた。この合理性、とか機能性は、もちろん重要なんだが、それをこの、先ほど、まあ、日本人的だと申しましたが、この上空で組み込む、人情で組み込む、これが実は欧米人にとっても大事になってきた、あの現代だろうと思います。それと同時に、この、みんなでその、この、まあ、祭りもまさにそうでありますが、もっと一般的に申しまして、この集い楽しんできていく生き方が大事になってまいりました。これはまさに、江戸時代の生き方、もしくは18世紀のヨーロッパの生き方とは全く同じであります。江戸時代の、この、まさに低成長の18世紀に入りましてから、様々な、この、生活を楽しむ楽しみ方が出てまいりました。例えば、今日の歌舞伎の基礎が築かれましたのは18世紀の中頃のことであります。また、予選に落語が書かれておりましたのも19世紀の初め、文化、文政時代のことであります。また、住民定期工業が始まりましたのも、公園の、たもとで、始まるわけですが、これも、19世紀の初め、文政10年の年であります。ということで、このそういったその、お互いに楽しむ、施設が、公共施設ができまして、そこにみんな晴れ着を着て、やって、くる。まさに、集い楽しむわけ、であります。と同時に、単に、この、きちんと座って、この話を聞くのではなくて、お弁当を持ってくる。もしお酒を持ち込んでくる。そうやって食べながら、飲みながら、
例えば、この歌舞伎の俳優をこの応援をする。あまりにもその応援の声が薄くて、政府が多分聞こえなかったというふうに言われております。従いまして、このある意味、割とそのこの生き方、割とその楽しみ方ではありますが、しかし、今まで真剣に楽しみだったということが言えるだろうと思います。つまり、それによって、まず、この体の快適性といいますか、この食べることによって、この体を快適にする、この食の文化というものが開けてくるわけであります。まあ、現在もこの、まあ、例えばアメリカで、このスーパーマーケットで今まで缶詰を中心に並んでいたものが今フランス料理の材料になるようになる。で、今までこの、まあ、土曜とか日曜にフランス料理を作って家庭で楽しむ、こういったものが、アメリカのすら今開けているわけですし、まあ、ヨーロッパでも、今までのこの古典的な食事文化に対しまして、まあ、ヌーベルキュージーン、新しい料理法というのが、まあ、フランスでは言われない、今までとは一味違ったと言いますか、素材の新鮮さを尊び、素材の味を引き出すようなあっさりした、まあ、料理法が現在、試みつつありますが、これも、この食の文化というものに、今までとは違った、この新しい関心が、向けられつつあることも一つの例ではないかと思います。まあ、このようなことは、江戸時代の場合には専門家として試みられました。例えば、初物を食べたい。初物を食べても別に栄養がいいということはありませんよ。しかし、食べたということを自慢したい。初ガツオなどは、一匹、無料産業をしたそうですよ。しかし、これを、食べたい。食べるために乳房を質に入れちゃおう、なんてことも言われたぐらいになりまして、それらが、その食に対しての真剣だったということが言えると思います。さらに、今日、日本人が外国の人に勧める日本料理の代表として、刺身とか、天ぷらとか、寿司とか、いうものがございますが、これ、いずれも、この低成長期、お米が実は取れなかった、この10世紀から19世紀にかけて普及したものであります。お寿司とか刺身を食べてしまえば、これは同じことですが、しかし単に食べるんじゃなくて、楽しく食べたい、美味しく食べたい、これ一つの収益によって現れたというふうに言っていいかと思います。ただし、寿司はお米に関係していることがあったせいでしょうか。19世紀に入って、1835年ぐらいから後だと申します。それまでの江戸前の寿司はなくて、あったのが奈良寿司と言われる、お米を、このお酒の中で発酵させる、ちょっとチーズみたいな、まあ、お酒のつまみとしてのお寿司がありましたが、江戸前の寿司にと思いましたのが、今申しました食品の中でもかなり後の方のことであります。まあ、しかし、お蕎麦屋さんが出てきたり、上野さんが出てきたりする、麺屋さんが出てきたりする。いずれもこの時代のことでありまして、いずれもみんなそういうとこ行って、この同じ店で、まあ、常に楽しんだ。しかし、ショップを楽しんだということが言えるわけであります。と同時に、この知的文化に対する関心も非常に高くなってまいります。19世紀の初め、先ほど申しました文化文政時代ですが、この文化文政時代には、この寺小屋が1万5千もできまして、日本がまあ世界的に教育になったわけであります。つまり、何千と一日一日生きていかれない。明日が本当にまあいい時代かどうかわからないものですから、したがって、この今日をしっかり生きたい。まあ、食べるという意味でもしっかり生きたいわけですが、同時に、知的な生活をしたい。知恵のある生活をしたいという感覚が今のところって思います。これが、このまず字を習う。お寺行ってお坊さんから字を願い、同時に人生のさまざまないい知恵を教えていただく。熊さん、八さんも横丁のご隠居さんに行って、いい知恵を教わる。この知恵ある生き方というのが、この低成長時代、江戸低成長時代に、このものに残ってきたわけでありますが、これも現在の、まあ、文化産業と申しますか、知的な産業と言いますか、この流星と考え合わせて、大変に興味深い事実だと思います。同じことは、ウェントについても言います。14世紀のパリには、サロモンというものが現れました。これは貴族の世界ですが、この800度から出てまいりまして、貴族のそれぞれの家でもってご馳走を朝から用意していく、そこに、他の貴族が訪ねてくるわけであります。1日に10件ぐらいもあるが、しかし、実際に入ったのは5件ぐらいだと申します。そこで、食べたり飲んだり、ないしは音楽の演奏を聴いたりしながら、知的な会話を楽しむ。この女主人がその中心になるというわけでありまして、こういったことがこの当時一般的に行われた。
ドイツでも、この、例えば、読書の国などができまして、当時は、本の発行部数がすごかったわけですから、一冊読んだ人が、その読んだ感想とか内容とかを他の人に知らせる、こういった国などもできております。イギリスはイギリスで、ロンドンに、例えばミュージックホールが出てくる、ミュージックホール、音楽を演奏する、この、会場が出てまいります。ないしは、こう、ティーハウスが出てくる。このところによって、お茶を飲んだり、なんかしながら、お互いに会話を楽しむ。また、レストランが出てまいりますのは、フランスのためで、18世紀半ばからのことでありまして、いずれも、この、ドイツで楽しむ。食を楽しむ、同時に、一定の文化を楽しむ。という点で、現代と極めて共通したものがあるというふうに言っていいかと思います。またその時代には、また今日と言いまして、旅の時代でもあります。何しろもっと大きく言って、このリクリエーションの時代というよりは、このプレイの時代という性格を持っておりましたし、まあ、現在もそうだというふうに言っていいかと思います。江戸時代は、人々がたくさん旅をいたしました。特にこのお伊勢参りをしたわけでありまして、この家に使われている人がある日ふりっと、お伊勢参りにあげてしまう。ふりっとどういうものですか、したがってこの抜け回り、家を店を求めていく抜け回りと申しました。抜け回りの場合にはあまり道具など持っていませんから、したがって世間を厄介があって、生きていく。したがってこのお金回りと申しました。で、こういったそのお金回り、抜け回りをしてきた、お伊勢参りしてきた人に対しまして、店の主人が戸惑いとしなかった。わけであります。このこういった気持ちが、またその、ヨーロッパの場合もそうでありまして、18世紀の旅がかなり今、辛かったですが、馬車がひっくり返ったりして、手足とか首の方に折ったりする危険もあり、強盗が襲う危険もあり、水の当の危険もあったわけですが、しかし人々が猛然と旅をしております。なぜなんだろうか、どうしたんだろうか。これは、つまり、この、明日に対する大きな期待が後退するだけ、その時間の観念を交代するだけ、空間感覚がむしろ拡大される。つまり日常生活の場によって生活するだけではなくて、旅先でもなおかつ日常生活をつけたい。何しろ新しい感覚で日常生活をしたい。この気持ちであります。つまり、60年代の旅と申しますと、くさびれ果てた体をある日温泉につけて、この写真を食べて、元気を回復させて翌日から働くという、こういう旅でしたが、今はそうじゃなくて、旅先でも楽しみたい。テニスを楽しむとか、ウォーターを楽しむとか、このサイクルを楽しむとか、旅先でも日常生活を別に変わった形に持ってやりたい。こういうわけでありまして、それはもはやリクリエーション、つまり体と心を再び作るということじゃなくて、このプレイの時代、つまり遊びは遊びと言いますか、真剣に遊ぶ時代だというふうに言っていいかと思います。労働と遊びが単一に捉えられていたのが、まあ、この高度成長期の価値観としますと、現在は、まあ、よく遊び、よく学ぶと言いますか、よく働き、よく遊ぶというか、労働も、それから、この、遊びも、共に真剣になるという時代に変わってきたというふうに思います。それと同時に、この、ノルマに対して、この大きな期待を後退するだけ、歴史と伝統への回帰と言いますか、自分たちの民族の知恵を学ぶ、何者祖先の、この、何をやってきました、生活の知恵と言いますか、こういったものを学ぶという歴史と伝統への回帰ということが、最近一般的になってきつつあります。どこの国に行きましても、それぞれ自分の国を振り返りながら、自分の国のこれまで先祖を築いてまいりました、そのような知恵というものを持って考え出していく。そこから明日に向かって一歩一歩確実に増やしていくと。足を踏み出していく。こういう生き方に、今、この、入りつつあると言っていいかと思います。ところで、これ今、こういった低成長の価値観におきましては、ヨーロッパ、アメリカ、日本と共通しているものがありますが、しかし、これからの日本を考えてみる。そのようなのは必ずしも、ヨーロッパ、アメリカとは同じだとは言えないように思うわけであります。ご承知のように、今、ヨーロッパ、アメリカの、それぞれ、この勤労力の交代であるとか、民主主義の経済成長率の低下ということで、悩んで、おります。日本だけの活力がある。しかし、我々の活力は一体、このいつまで続くだろうかという問題が、あるわけであります。この、何か最近は、アメリカ人も、ヨーロッパ人も、日本が勉強に来る。最初に申しました、イボン書体氏の報告が来ましても、日本が、この世界でも一番、この、まあ、いいことをしているように、この見えるわけであります。
先ほどの文書対応の最後の結論はどうかと申しますと、現在この日本でやってることは決してこれ過去のことではない、しかし我々が何もできることではない、あまりにも文化が違いすぎて我々ヨーロッパ人は何もできない、今日本で起こりつつあることはヨーロッパを生み出した近代文明から生じた世界ただ一つの本当の文化革命である、これを言っております。我々は文化革命をやっているというふうに欧米から見られているようでありますが、この成功が一体いつが続くのかということが、やっぱり常に考えなきゃいけない問題だと思います。今まで、この、未来の映像といいますか、どこまでもその、繁栄を続けてくるというのは、歴史上一刻もありません。必ず繁栄の後にね、この落ち込む時代、残りますね、滅亡とまでいかなくても、この衰退の時代が来るわけであります。これは避けられないというふうに思った方がいいと思います。日本だけが、いつまでもこのまま繁栄を続けるということは、やはり難しいのではないか。これまでその近代から後を考えていまして、なぜヨーロッパは、この、世界をシェアできたか、なぜアメリカが世界をシェアできたかと申しますと、ヨーロッパ、アメリカともに世界最先端の技術があり、それから世界で最も強い、この軍事力を持っていました。ヨーロッパが世界をシェアいたしましたのは、19世紀から20世紀の初め、第一次世界大戦まで、わずか、この1世紀のことでありました。でその後、第一次世界大戦以降、アメリカが国際経済、例えば国際政治の上でも取材したようなリーダーシップを取っていくということになりまして、特に1930年代以降、オートメーション装置の、発達とともに、アメリカはまさに文字通り世界で最も強くなったわけであります。しかし、このいつまでも続くとなりましたアメリカの繁栄といいますか、これはベトナム戦争ともに今大きな関与させているというふうに言わざるを得ないわけであります。つまり、アメリカがこの世界に、この第一位というのを確保しておられましたので、第一次世界大戦からベトナム戦争まで、ほんの半世紀とちょっとということになるわけであります。ヨーロッパが1世紀、アメリカが半世紀としますと、どうもそこから日本はもう少し短いのではないかという予感がしてまいります。つまり、なぜ、この、その1世紀の半世紀になり、世界を支配できたと申しますと、それを申しましたように、その間は、技術的にこの独占的な状態にあった、ヨーロッパ、ヨーロッパのように、アメリカ、アメリカのように、世界最先端の技術を持ったということが言えるわけです。しかし、これから後の世界を考えてみますと、技術はますます世界的に普及してまいります。我々の周辺のアジアの国々も、次々今その近代化、現代化、産業化に必死であります。現在、総理府の、この、世界性の意識調査でも見ましても、この、自分の国、自分の利益を犠牲にしても、国のために尽くしたいと思っている人の一番多いのは、今フィリピンであります。90% 近くの青年がそういう気持ちを持っている。第2位は、インドでして、この、70数%の人間がそういう気持ちを持っています。3位は、衰えたりとはいえ、現在、困っているというアメリカでして、60数%の人が同じ、気持ちを持っています。ところが、自分の利益を犠牲にしても国のために尽くしたいと思う技術が一番少ないのは、残念ながら我が日本でして、わずか 20.3% しかありません。その上は、フランスが 22% ということになっております。で、この、ヨーロッパや、この、アメリカは、現在、この、自分のその、活力の低下というのを、この、組織化のところとしておりますアメリカの場合には、カナダとの提携、一体化を多く進めておりますし、ヨーロッパの場合には、このアメリカが非常に不愉快になったことですが、ソ連と経済的なこの貿易であるとか、ないしエネルギーの供与であるとか、まあ、こういった関係によって結び合いを徐々にでありますが、強めつつあります。で、この前の方にありますが、このこれからもっと世界的に、先ほどしましたような、このナショナリズムが普及してまいりますとなると、この日本の製品が、今と同じように、もういいから売れるという時代は、そうなる続かないんだろう、と思います。つまり実用的であるが、しかし値段が安いといった製品が、あちこちで使われるようになり、日本製品を売るために、努力しなきゃいけない人たちがたくさん増えてくるのではないか。まあ、ヨーロッパ1世紀、アメリカ半世紀とすれば、日本は30年、この繁栄を続けられるが同じではないかという気が、なんとなく私にいたしております。
日本はすでに60年代この驚異的な高度成長を遂げましたし、70年代の後半から今世界で一番成功しております。これがあと10年続いたら90年代以降どうなのか、と申しますと、かなりの苦しい状況が出てくるのではないか、新しい移民の時代が始まるのではないかと思います。この辺というのは単に食べ物と移民するというのではなくて、外国に10年、20年、30年進みまして、貨物のようにして現地の人と仲良くなり、日本製品を買っていただくための努力をする、あるいは、この技術サービスのためにやはり10年、20年と外国に出ていく、こうする人たちがかなりこれから増えていくのではないかと思います。そのために今の日本すでにその準備が必要ではないか、つまりどこにでも住める金と心を失っていく、これが今の特に若い方々に一番この求められることではないかと思います。それと同時に、日本はワールドってもう教科書というのは存在に出さないわけでありまして、アメリカ人の書いたものに、ヨーロッパ人の書いたものに、ないしは、ということでは、不明や間に合わないわけでありまして、自分自身によって、自分に、この教えていく、自分でこの教科書を作り、自分で教えていく態度が必要なわけであります。それはつまり、この五感要約ということでありまして、まあ、先ほど、目が日本人発達したと申しましたが、鼻であれ、耳であれ、口であれ、ないしは、味覚であれ、肌であれ、こういったその五感を磨くということが何よりまず大事ではないか。五感を磨くためには、ある程度外国に、この、住むということも必要ですが、もしそれにはできなければ、もしできなければ、自分の仕事を、仕事として熱を入れてやるとして、もう一つ、この、さらに、伏線率として、別の仕事をずっとやってみる。そうしますと、例えばコンピューターやるような別のまたお世話さんを勉強してみる。そうしますと、全く違った世界のような、お互いに相手を教え合う。このお世話さんやってみて、初めてコンピューターが自分の世界の発揮、どんどん分かってくる。ないしは、このコンピューターをやって知恵がこのお世話さんにも適用される。こういったことが起こるわけでありまして、こういったその、自分の場を移しながら、伏線率の世界に生きることによって、五感を磨いていく、こういったことがこれから必要になってくるのではないかと思います。一つの畑を耕すだけではなくて、別の畑にも関心を持つ、世の中全てこの教科書であって、単に本人だけでなく人の変わりのように、世の中 の, この風俗習慣の移り変わりのようなこの自分自身をこの鍛えていく、これがこれからの生き方や上では一番大事ではないかと思います。90年代の世界はもし、こういったその、我々の新しい資質の開発ができますと、日本は、依然として、まあ、現在の活力は、まあ、どうか別としまして、21世紀に向けて、やはり力